まあ、なんて美しい町。まるで海の上に町。ここが貿易で有名なダーハルーネの町か。たくさんの金持ちやしょ。はあ、で、そんな町で自分の船を持ってるシルビアさんってベロニカちゃん、余計な詮索はやぼっても、私の船ちゃんは町の南西にあるドックの中で、
もう聞いて、この男の子が意地悪して私をドックに入れてくれないのよ。違います、もうすぐ町でコンテストが開かれるの。ここまで来てなんだそりゃ。つまりそのコンテスト。はい、申し訳ありません。海の男コンテストはこの町にとってとても大事な伝…海の男コンテストですって。何その乙女心をくすぐる響き。ねえ海の男コンテストとは、波のように荒々しく、空のように爽やかで、海のように深みを持つ。なのでこの時期になると美しい肉体美を誇るたくま…やだ、なんだか面白そうじゃない。それ…そうそう、ベロニカちゃんとセニャちゃん、この町のお店にはまだ時間があるみたいだし。海の男コンテストには興味ないけど、ショッピングは面白そうね。私、新し…おい、ちょっと待てよ。俺たちは虹色の枝を探しに来たんだぜ。神様、ごめんなさい、私、甘いものには目がないんです。スイーツ買い物、バッグ。まったく。なあ、俺たちは急いでるんだよ。このドックを開けてもらえると助かる。それはもちろん。このダーハルーネの町をわずか一台、どんな相手でも優しく接してくれる人格者ですし、会ってみるといいでしょう。よし、ここの町長に会ってドックを開けてもらうよ。